はい、今回はまたドライバーで、はい、ほんま XP1 なんですか、ツアーワールド、ツアーワールド前にもツアーワールドやりましたね。 XP1 です、はい。もともとツアーワールドっていうのはアスリート向けでできている、作られているブランドなんですけれども、それとちょっと別でこの XP1 というのは優しさを求めているような、クラブですかね。なるほど、優しいというところを、全面的に出しています。前のツアーワールドより優しくなったバージョン。そうですね、ツアーワールドはツアーワールドで今もあるんですけれども、それを優しくした、アスリートからエンジョイゴルファー向けというような、イメージでしょうか。はいはい。で、特徴としてはですね、打ってみると、結構ミート率が良くなる、結構真ん中に当たるよと、いうような工夫がされてまして、細かいところはあるんですけれども、ざっくり言うと、ヘッドが飛ぶヘッドに、シャフトをこだわって作ってます。はい、ビザード。ビザード。バイザード。ビザード。ビザード。ビザードさん。はい。はい、で結果真ん中に当たっちゃうよっていうような、クラブですね。これ打って。いやー、それはやってみたいですね。はい、じゃあ早速、はい、レッドから行きましょう。いいですか。はい、ですよ。どうぞどうぞ。ミート率上げてくれる最高じゃないですか。最高です、最高です。そんな夢のクラブがあるんですか。大事、ミート率大事ですからね。いや、大事です、ミート率上がれば、もう、いつまた右ですけど、右だけどなんだろう、嫌いじゃないぞ。お、126、ヘッドスピード42。いいですね。軽く振ってその感じだったらいいんじゃないですか。おお、これは当たった。いや、トップですね。トップ目、下っ面。おお、でも方向性良くないですか。方向性めっちゃいいっすね。天ぷら。おお、これ捕まったね。全然天ぷらでも飛んでいってる。いいっすね。上っ面じゃないですか。今のが飛んでます。今のね、当たってみたかったんですけど、もしかしたら。おお、引っ張っちゃうね。でも、そんなことない。なんか収まってますね。そうですね。曲がり幅は少ない気がします。今打った中で。じゃあプロ。はい。ちょっとなんかあれですね、こうシュッとして、この辺がシュッとこっちに。シュッとしてるから僕好きです。ホンマっぽいのはどんな感じなんですか。もうちょっと丸いです。丸い感じなんですね。こっち側まで丸いです。これは構えやすい。これはいいです。ちょっとヒール目ですけど、ヒール目ですかね、今の。ヒール目です。まっすぐいってます、ね、まっすぐ。いやー、これ今ちょっとヒール目です、この辺、この辺ですよ。ヒールでこのボールでそんな球出ちゃうんですか。ちょっともう一回行きます。何ヒールで大丈夫ですか。これもっとヒールですね。もっとヒール、ちょっと今力入ってます。なんで。いいボールですね。今チーピンだと思ったんですけど。いや、めっちゃいいかな。この後、溝がいいんですよね。そうです。溝が前のテーラベルとかでやってましたけど、はい、今僕ここっすよ。先っぽ当てる感じで、先っぽで、はい、どう球が回るか。今先っぽ、先っぽ。でも先っぽでも打感めちゃくちゃいいですね。気持ち悪くない。あ、やっぱ先っぽ。
今この辺ですね。その今先っぽ当たっちゃって完成モーメント的なものは出てるかもしれない。出てる。なんかちょっとペラってなっちゃってる。なってる。ないですね、店長。素晴らしいですね。何がいいんですかね、やっぱり。いや、なんなんですかね。最低のいきます。やっぱ今のクラブは全部いいんですね。いい。ほんとだ、フェードっていうか、ちょっとスライスぐらいな。でも僕、よく打ってたんですけど。いや、いいかな。それでこれだけ飛んでれば素晴らしいですね。ありがとうございます。いや、これでもいいところですね。ここなんか、ああ、確かに、確かに。幅に大怪我がなくなるかも。はい。グッとね、これはなんか、うまい人とね、アベレージで、全然こう幅広く使えると思います、これは。うん、確かに僕が打ってもね、なんか怪我になりそうな球がそんなじゃないですよね、うん、これはいいと思います。なんかこれがいいのかな、もしかしたら分かんないですけど、それもあるんで、まあ、初速がいいのと、はい、あとやっぱさっきおっしゃったのヒールとか、はいはい、遠側で打っても、はい、それなりにこう飛んでくれるっていう感じはよくありますね、はい、効果なるほど、確かに、はい、いいと思います。僕も変なとこ当たったと思うけど、めっちゃ飛んでました。飛んでました、はい。ヒールだ、ね、ヒールね。あ、でもフェアウェイに収まってますね、これだと。そうですね。ね、210修正してくれるというか、うん、いいですね。怪我はない。怪我はない。うん、怪我なしクラブ、うんうんうん、いいと思います。これぜひいいと思います。かっこいい。はいはい。それでは、ドライバー編に続き、はいはい、今度はアイアン編をアイアン行きたいと思います。はい、ずらっとずらっとすごいいっぱいある。1個ずつじゃあ店長の説明、はい、タイトリストの、はい、左から。そうですね、こちらが一番左がタイトリストのマッスルバック、はい、オニューマッスルバックですね、はい、で次が、タイトリストのオニューのシビーキャビティですね。キャビティ、はい。名前も全部変わりましたので、はい、次からは T シリーズ、はい、T シリーズ。前の AP2 に当たるのが今回 T100、 これが T100 ですね。そうですね、はい、はい、次で T200 っていうのが前の、AP3 です、はい、そうですね、 AP3 ですね、はい、はい、で、その次の T300 というのが前の AP1 のシリーズ、一番大きいシリーズ、優しい感じですね。まあ、タイトリストでいくと今の順番でだんだんこう優しくなってますよというような5種類です、はい、でその次に、キャロウェイの X フォージドスター、これが軟鉄でちょっと飛び系の軟鉄ですね、まあ、自分は結構感触もいいなと思ってますけども、そういうアイアンで、テーラーメイドの P790、 これあの前も790あったんですけれども、全部構造も少し変えてですね、リニューアルしてるようなモデルが今回の P790 ですね、はい、でこの後に出てくるのがエッグフォージドアイアン、これもフォージドで飛び系のフォージドですね、かなり飛びます。それと同様飛ぶのがエピックフォージドスター、これやばいって聞きますね。これはあのそうですね、やばいやばいやつっていう、はい、まあ、感触と距離を打ち比べていただければなと思います。はい、わかりました。はい、
本さんはそれだからあれだね、世界戦前の公開スパーリング、まあ、そういうことですよね。叩き異戦じゃないですかね。わかりました、頑張ります。なんで俺今日一つ疑問があるんですか、なんで今日ブルー着てきたの。あ、ちょうだいちょうだい、そうやって気持ち折れたらコンさんには勝てないよ。ナイショー、どうした。おい、もう鉄人。